皆様おはようございます。キスジャガーです。令和元年の2019年12月22日日曜日8時33分です。おはようございます。国道42号線今現在ね、どこやったっけ、有田のあたりにいるんですけれども、和歌山の方に向いて北行き、制限速度は50キロ、今湯浅を超えましたね。あの醤油でおなじみの湯浅醤油の産地になっております。有田の方は、有田みかんと有田かまぼこ、名産品があるよという町です。およそ700メートル先、斜めに全国に名の轟く入り口です。そういったあの特産品のある町なので、ちょっとあの高速道路乗る前からちょっと有田の町をリスペクトということで映してみました。いかがでしょうか。はい、500メーターほどで、阪和道の方に入っていきたいと思います。入っていきたいというかね、まあ何でもえっちゃいんだけど、およそ300メートル先斜め右高速道路入り口です。ちょっと乗ってみたいな。大阪王将、和歌山の大阪王将、まもなく斜め右、はい、斜め右、これですね、高速道路、阪和道、有田インター、大阪、和歌山方面。で、湯浅御坊道路って、まだあんねんや、阪和道が別にあんのか、知らんかった。料金所です。まあ、私もあの白浜とかね、あの配達も行くし旅行も行くしで何回も通ってるんですが、まあ、仕事でって言って、ほんでこの湯浅とか有田とかこの辺っていうことになるとね、海南湯浅御坊道路とか言って、また阪和道か白浜とかあっちの方行ってない時代に、まあ下を走ってたよみたいな。国道42号線まもなく料金所です。そんなのがつい最近の話のような気もしますが、そうでもないんだな、もう10年以上前か。そうなると阪和道、和歌山じゃないわ、海南湯浅御坊道路の先っていつできたんやろね。知らんけど昔からあるんやったらもうちょっと昔楽やったのにね。阪和道の上り線、大阪和歌山方面行き、北向き有田インター料金所です。阪和道もね、白浜の方からこう登ってきたらずっと1車線やったんかな。ほんでこっから2車線になると思います。こっからしばらく2車線ちゃうかな。阪和道上り線北行き、和歌山大阪方面行き、有田インター入りました。現在8時37分です。ポストは 109.4 キロポスト、これは吹田インターからの 109.3 キロとか、吹田側からあのカウントしてるらしいです。白浜と言いますとあと60キロぐらいかな、ここからやったら、まあ、南の方に逆向いて走ればあと60キロ70キロぐらい
らいで白浜には行くと思いますが、一方でその大阪の方吹田インターまで行こうと思えば109キロあるということですね。長峰トンネル3830メートルです。
まあ、そんなんでいいんじゃないかと思います。はい、ここね、海南じゃない、下津インター入り口ですね。下津インターっていうところですね。でトンネルを言い忘れました。富士城トンネルだったっけ、1820くらい、ちょっと読めてないので、文字で読み取れるようでしたらテロップで出すかもしれません。面倒くさかったらトンネルの距離まで、名前との距離まで出さないかもしれないですけど、まあ、編集もね、3倍時間かかるんでね、1時間の動画編集しようと思ったら3時間かかってしまうんで、そういったことなのであんまり余計なことまで拾わなくていいのかなという気もしますが、気が向いたら出しますんで。阪和道は上り線下り線ともにほとんどの区間80キロの道路です。制限速度80キロです。今現在 101.6 キロポスト、海南インターでちょうど100キロ地点ぐらいになるのかな。でちょうど100キロのところになると、どっから100キロなんかっていう答えを教えてくれたんですよ。さっき私松原インターから100キロなんかなと思っとったんですが、違います、吹田インターでした。はい、海南出口、入り口もあったかな、海南は。海南出口ここで101キロポスト、入り口もありますんで海南インターと言い直しておきます。海南インター入り口が間もなくです。この先合流があります、注意してください。出口しかないところでもインターという言い方されるかと思いますが、私の動画に関してはちょっと入り口と出口両方ないとインターと言いませんので、ちょっと区別しております。入り口しかないところは入り口としか言いませんので。はい、海南インター入り口を越えました。8時45分ですね。8時45分。100.2。100.1。はい。吹田へ100キロ。書いてますね。和歌山南8キロ、和歌山12キロ。16キロは、泉佐野湯ジャンクションが16キロっていうことかな。刻んでおるこの数字 99.5、 これ 100m 置きなんで次 99.4 ですね。これキロポストと言いまして、まあ事故とかされた時にね、最寄りのこの数字お伝えいただくと、レッカー屋さんとかがスムーズに来てくれるのかなと。今どこにいますかって言われても、どこか分かれへんってなっても、一応数字だけ言っときゃ、何インターと何インターの間ですって言わなくても分かると思います。この先合流があります、注意してください。はい、海南東入り口です。出口なかったですね。なので海南東上り線の入り口です。下り線は出口しかございません。98キロポストで8時47分です。令和元年2019年12月22日日曜日8時47分、阪和道上り線北行き、和歌山大阪方面行き、海南東インター越えました。和歌山南が5キロ、和歌山が9キロ、和歌山ジャンクションですね、さっきの。和歌山ジャンクションが13キロです。
佐野ジャンクションやったらもうだいぶ行き過ぎやねん。そんな10キロぐらいで着くわけないね、海南からね。上下線とも制限速度80キロです。一車線のところとかね、70キロになったりするかもしれません。その都度標識見て判断してください。あと2キロほどで和歌山南というインターがございますが、新しく後からできました。後付けです。スマートインターといいまして、 ETCを設置してる車しか手配できないんでご注意ください。現金の方はご利用になれませんのでご注意ください。で、今ちらっと超えましたけど、カメラがついております。速度違反十分ご注意ください。制限速度80キロの道路です。ありますんで、和歌山南インターと言っておきます。 ETC 専用です。道路綺麗でしょ、ね、後から作ったんでだいぶ綺麗です。はい、和歌山南のスマートインターの入り口です。和歌山南は和歌山東高校っていうのとね、和歌山親愛女子大学とか、さっきカーナビで見た感じそんなのがありました。あとはどんなのがあるのかな、住宅地かな。もまあわざわざ後からインターを作ってるからには、なんかご利用のねお客さんが多いということではないのかな、まあ、一概には言えないですよね。91.3 キロポストですが、8時52分
和歌山3キロ、和歌山ジャンクション8キロ、阪和道大阪78キロ。78キロというのは松原までか。じゃあ12キロで吹田まで行くんか。そんなことないやろ。どういうことでしょうね。阪和道は松原で終わるんですけどね。90-78 をすると12でしょ。ね、12キロ松原から吹田まで12キロっていうことないですわ。摂津北から吹田まで10キロぐらいあるんでね。はじめこの90キロとか今90キロポストなんですけど、これ松原からここまでが90キロなんだと思ってましたけどね。吹田インターまでと100キロ地点ではっきり看板に書いてありました。はい、和歌山出口と書いてあるからこれ左に行ってしまいそうですが、寝ぼけて行ったら恥ずかしいですよ、戻ってくるときが。これバス停です。間違えたってここからまた合流してきてかっこ悪いですよね、紛らわしいところに看板がありバス停がありみたいな。浜和道の和歌山県下では、まあ、田辺もそうだし白浜もそうだし、あともうだったところではこの和歌山インターもご利用される方多いんじゃないでしょうかね。スマートインターの方が看板だいぶ多かったですよね。はい、国道24号におります。和歌山インター出口です。2019年12月22日日曜日8時55分です。88.2 キロポスト、阪和道上り線北行き大阪方面行き、制限速度80キロです。和歌山インターの入り口です。87.7 キロポスト、わけでもなく、カンカン照りでもなく、これぐらいの天気がいいですね。動画撮影にとってはありがたいです。逆光で変に眩しいとか反射しまくって映り込むとかいうことがないんで、これぐらいの天気ありがたいと思います。はい、木の川を渡ります。木の川、木川ですね。渡りましたら和歌山北入り口。この先和歌山北は、上り線には出口ございませんね。下り線のみ出口ですね。ちょっと反対の話まで言うとややこしいので、和歌山北インター入り口です。阪和自動車道、上り線北行き大阪方面行き、8時57分です。 85.8 キロポスト、和歌山ジャンクションまで2キロと出ました。ここね、広くなってるんですけれども、故障とか事故などの緊急時以外は止めるなっていうふうになってます。今日は日曜日でトラックとかが止まってないということもありまして、今上下線とも何も止まってませんが、よく止まってるんですよね。ここでもうサービスエリアがすぐ近くにあるのにこんなとこ止めて
ね、あのトイレもサービスエリアでされてくださいね。あの緊急車両が止まるとこ、緊急車両っていうか、あの緊急の時にご利用ください。はい、これどっちが先っていうのも、あのこういう動画があるとありがたいでしょ。どっちが先なんでしょうかね。あの和歌山ジャンクションまで2キロっていうのと、紀の川サービスエリア2キロ、どっちが先やねみたいな。まあ、ジャンクションが先でサービスエリアが後なんだな。ジャンクションが500メーター、サービスエリアが1キロ。つまりあの和歌山ジャンクションで、あの京奈和道無料区間岩出橋本方面に行かれる方は紀の川サービスエリアまだ先なのでご利用になれませんということでした。和歌山ジャンクションです。京奈和道無料区間になってます。岩出橋本方面行き。8時59分です。 83.3km ポスト。はい、ジャンクションを越えて惜しいですね。こんな距離やったら入れるように作ったったらいいのにって思うんですが、はい、こちらにあります。紀の川サービスエリア、上り線のサービスエリアです。この先合流があります。注意してください。紀の川サービスエリアから合流してくる車線です。 82.4km ポスト、制限速度 80km です。9時ちょうどになりました。改めておはようございます。阪和自動車道上り線北行き、大阪方面行き、吹田インターまで 82km の地点ですね。今速度80km です。和歌山北インターを越えましたら和歌山ジャンクションがあって京奈和道に分岐して、その後に紀の川サービスエリアとなっております。では映ってませんけどね、右を振り向くとあのかなり低いところにあの田園みたいな街並みが、農村っていうにはちょっとあの開けてますよね。まあ人口もそこそこいるんじゃないかと思います。岩出市か、左が和歌山市で右が岩出市ですね。カーナビで見た感じで、これは何から合流してくるのかな。一般道からの合流かな。これちょっとよくわからないんですが、はい、吹田インターまで 79.9km ポスト、9時2分。おそらく一般道からだな、これ合流してくる。阪南6キロ、泉佐野ジャンクション14キロ、関空27キロかな。ちょっと読めなかったです。はい、間もなく、進路変更禁止と書いてますね。下り坂で S 字カーブということで進路変更が禁止されております。結構きついですね。4パーの坂はきついですね。
カーブの R も350やったら、まあ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 やな。でも一応80キロで普通に走っていただければいいんじゃないでしょうか。あの雨降ってるとかね、雪積もってるとか、そういう時はあのその路面に応じた運転なさってほしいんですが、普通にこうやって晴れててドライの状態でしたら制限速度通りで走っていただいても全然 4% の下り坂と350の R くらいですと曲がってしまいますね。9時3分になりました。 78.0 キロポストですね。78キロポスト小野山トンネル何メーターかちょっと見れなかったね。777でしたね。今キロポスト 77.6 キロポスト、これは水田インターまでの距離です。車線規制されてた区間は制限速度下げてんのかな、60とかなってんのかな、ちょっとあの動画巻き戻してみないとわからないですね。下げられたという意識はこちらにはございませんが、どうなんでしょうね。氾濫の出口かな、これ2キロ先にありますね。道はないんちゃうかな、多分。先端の入り口があるのかな、そんな感じじゃないですかね。このように半ワードは出口も入り口も両方向 どっちもあるよみたいなところっていうのは限られてまして、和歌山インターとかね、階段もそうやったかな、その辺はそうなんですけど、有田インターも多分出口、入口両方あるのかな、その他の主だったインターでないところは出口しかないとか入り口しかないとか、そんなことになりますので、降りようかなと思ったけど出口なかったわとかいうことのないように、私の動画を見て予習してくださいね。はい、間もなく国道26号線直接は降りないんですけれども、氾濫インターが間もなくです。氾濫インターと書いてあるけど出口しかなかったら改めますね。私の動画では出口しかないところはインターと呼ばないことにしたので、ちょっと区別させていただきます。氾濫の出口です。入り口なさそうですよね。氾濫出口9時6分です。速度80キロ、 74.3 キロポスト、さあどうかな。下に見えてる道路、これが登ってきて合流するんかな。ないと思うね。氾濫は出口だけですね。雨山トンネル 260m、 73.4 キロポスト。はい、間もなく泉南市に入りました。
南は出口ございません。仙南入り口です。この先合流があります。注意してください。仙南入り口。入り口9時8分72キロポストでした。はい、またあの車線変更禁止区間に入ります。今度は下りじゃなくて上り 2% みたいですね。3キロにわたってか高倉山トンネル990メーターです。北行き大阪方面行き制限速度80キロです。およそ1キロ先分岐を右方向です。泉佐野市に入ります。泉佐野ジャンクションがもうあと1まもなくですね。現在 67.6 キロポスト、左が、関空道、右が阪和道。阪和道は、貝塚松原大阪方面行き、左側か上野号の方に行きますと関空道を通りまして泉佐野南の方から、4号、阪神高速4号湾岸線に接続します。67キロポスト66.8 キロポスト、泉佐野ジャンクション9時13分です。泉佐野ジャンクション9時13分です。
この先合流があります。注意してください。外環状線におります。貝塚出口です。熊取町にも行けるような感じですね。
貝塚インターチェンジ出口がありまして、この先合流があります。引き続き入り口がございます。貝塚インターは出口と入り口両方ございます。8km、 堺18km、 大阪45km です。はい、ここから岸和田市に入りました。 58.5km ポスト、吹田インターから 58.5km の地点。サービスエリアが間もなくです。はい、動画そろそろ終わらせていただきますね。チャンネル登録よろしくお願いします。もしよかったらいいねボタンもポチッと押してください。目的地まで2km、 48分かかったか。この動画ちょっと長時間になりましたね。またね、もういつものことです。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼いたします。